とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いいクエストが本当に出てる。アーティファクトの256が出る可能性があるのが、2つあるんだよね。まずは、これ、フロストフィヨルドです。特にいいのはないっちゃないんだけども、まあ一応、雷の杖、飛来神じゃなくなったか、そうか。雷の杖。これ、256か、持ってないし、氷の杖も確か中途半端だったんだよね。なので、ここも行きたいですよね。で、ここ。サンゴの丘も、デイリーさんの、これなんだよね。アーティファクト。ここが、欲しいやつが、森の矢筒ですね。ガーディアンの目と、アイアンハンドアミュレットはもう持ってるので、エリクサーのカバンも255じゃなかったかな。確かそうだったと思うんだけども、森の矢筒は252なんですよ。なので、森の矢筒を狙いたいというところですね。では、2つクリアしていきましょう。今日はですね、雷の矢筒ビルドできてます。ソウルじゃなくて、たまにはね、これも使っていかないとね。十分強いもん。うん。いや、十分っていうかもうほんと強いよ。敵がいっぱいいるとこでは、ね、あるけど。全然、使っていけます。よし、オッケー。あとは、クリアするだけですね。ボスいなかったよね、ここは。あ、イリュージョナーが出るんだ。あ、イリュージョナー前から出たね。アップデートでね、なんか変わったりしてるとこもあるんでね。よし。どこだ？終わりー。はい。では、まずここの、報酬ですね。確か俺持ってなかったと思うんだよな。釣り竿は255でしょ？で、雷の杖は251。で、ほら、255持ってる。ならば、256の、氷の杖か、釣り竿。もしくは、雷の杖だったら何でも当たりだ。頼む！それでは、見てみましょう！なんだ？よし！でも254か。いや、でもいいや。うん。254でもダメージは結構違うはず。763万でしょ？670万。全然攻撃力が違う。よし、ありがたい。まあ、前持ってたけどね。なんか消えちゃったんだよな。では、次、行きましょう。はい、では、次はここですね。ここも雷の矢筒で行こうと思ったら、苦痛の矢筒に変わるとこだったので、近接で来てます。が無難かな？一応、矢は出るには出るんだけど、普通の矢だったらね、そこまでダメージが出せないので、戦いにくいんだよね。なので、ここは、光でやっていってます。しゃあ。で、旗はね、取ってません。もうとにかく、クリアすることだけを目指して、やっていってます。たまにはね、いいんじゃないですか。じゃあ、オッケー。危な。これ、ダイナモもついてる怒りなので、溜めていけ。いやいや、面白くねえか。ワンパンしちゃうからね。まあ、一応貯めれるだけは貯めていきますけども、多分ワンパンはできないでしょう。いや、できそうな気がする。10貯まれば多分ワンパンいけるもんね。まあいいや。とりあえず倒して、報酬を見ましょう。エリクサーのカバンが俺どんぐらい持ってたっけな。あ、前に倒さなきゃいかんのかい。よっしゃ。まあ、どっちにしろ楽勝でしたね。エリクサーのカバンは、俺何持ってた？あ、255持ってる。
うん、ならば森の矢筒だけだ。あたりは頼みます。それではお願いします。森の矢筒頼む。あー、大外れ。はい、ということでアイアンハンドアミュレット大外れでしたね。254でしょ、確か255を持ってた。あ、254だ、同じやつだ。ならいらないや。うーん、ダメでしたね。あそこなかなかね、アーティファクトが出ないんだけども、今日は出たから出ると思ったんだけど無理でしたね。はい、まあ、とりあえずまたチャレンジしていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。